つもお世話様でございます。ありがとうございます。あらまあ、うつく。誰かに書いてもらった。はい、車両来ます。車両取ります。はい、車両取ります。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなかですな。本日もご安全に。はい、よろしくお願いします。いい写真と動画をお願いします。これもエンド使わなくていいんで、それね、あの一回アダプター作ったけど、その一発で取れるようにするっていうのがね、できてよかった。まあ、ちょっと幅が無理やりだけど、よく言えば この小物が一体だったらバラバラにならないで楽は楽なんですけど、そうかそうか、でも加工がやっぱりそんだけ面倒くさくなっちゃいますもんね。確かにね。あ、そうか、ここをねワンピースにした方がいいってことね。カラーじゃなくてね。まあでも逆言えばエンド幅の違いによってこれ変えたりとかできるってできますもんね。あ、バラだからまあ一長一短なんですけど、はいはいはい、実演ありがとうございます。Thank you.
伝えられた記事を見て今の そうですね、
すごいいろいろ不安な部分もあるんですけど、より大きな舞台で走れるっていうことにすごい喜びを感じてますし、自分もチャレンジしていきながらチーム、そして自分も成長していければなと思ってますので、応援していただければなと思います。大勝利マスありがとうございます。チーム協の皆さんです。では写真タイムとさせていただきます。4人で今回戦います。そうですね、ただそれぞれの、ね、個性があるし、それぞれポテンシャルの高い選手たちですからね。斜め45度、水井さん大丈夫ですか？お聞きいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の皆さんでした。いや、大ゴールもね、紹介したかったんですけど、いやいや、そうですよ、だって、ね、そうですよ、選手の台湾で優勝したばっかり、総合優勝したばっかりです。大ゴールめちゃくちゃね、今日はいけると思います、ね、絞れていますしね。 6% 以下の大ゴール聞いた？はい、聞きました。今日も自分一緒に走ったんですよ、2週間前に。いや、ほんと綺麗。そして登場は宇都宮プリンセンです。地元です。ブリッテンのジャージも見えます。もうあちら側にも満を持してというか、いいタイミングで登場いただきました。それではマイクを増田さんにお渡しいただきましょう。帰ってきましたジャパンカップです。そうですね、はい、3年ぶりに、この地にジャパンカップが戻ってきたなっていうのも昨日本当に肌で感じましたね、はい、こうチームプレゼンから始まって広野クリテリウム、そしてやっぱりこのロードレース森林公園に戻ってきたというこの森林公園の景色いかがですか？いやもうレース会場こんなんだっけかなみたいな、一生懸命今思い出してます、はい、そうですね、今日もね朝7時、まあ、会場とともにもう一斉にですよ、ですから夜からねお越しいただいた方がたくさんいるような状況で、皆さん運転レースを楽しみにされているという状況なんですよね。そうですね、本当にお客さん皆さんと同じような気持ちで、僕たちはもう今染み抜いて耐えに耐えて、いい結果を呼び込めるようにチーム一丸となって頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。もう一人だけいきますか。もう松田さんから指名で誰かに答えてくれ。誰かちょっと気持ちを言えって言ってください。じゃあ僕水あります。誰に答えてください。3つ出てますので。はい、はい、ブリッテンの堀です。堀高橋です。はい、はいはい、僕宇都宮出身なんですけど、このジャパンカップを夢見て選手を始めたので、次のブリッツェンを作れるように僕たち精一杯走って活躍したいと思います。頑張ります。わー、期待します。ありがとうございます。宇都宮ブリッツェンです。このメンバーでこのワードレで戦うというのがこのジャパンカップですね。重大発表ありましたから、このジャンルで松田選手もね、ジャパンカップというのが最後になるということだかもしれませんが、このセッションです。お願いいたします。正面からまず行きましょうか。撮りました。 OK。 このストライク写真というのは非常にこれ歴史に出ていますが、気になるかと思いますよ。あ、右のところ撮りました。ありがとうございます。宇都宮ブリッテンの皆さんでした。まだまだブリッテンのトレインコートの店は作ってください。ありがとうございます。小口さん行ってきました。で嫁さんからこの写真借りてさ、うんうん、よかった本当ね、涙出ちゃうけど3年ぶりね、必ず仕切ってたもんね。でもよかった、こうやって写真載っててありがとうね。
5分前です。5分前30秒前 30 seconds to go 30 seconds to start。20秒前 20 seconds to go。 10秒前 10 seconds。 スバルレゴプレゼント2022ジャパンキャップサイクルボードレース今スタートです。第1回踊ってください。大きに大きに、ありがとう。踊ってください。ありがとう。 YouTube 乗るかもよ。
お疲れ様。ザングルがちょっと遅れています。コンフィデスのザングルがここの田野町の交差点。そして何物を持っている方はここ盛大に鳴らしてください。選手は大きく歌いに行きましょう。もっともっといいですよ。映像が違うぞ。残り20、10秒は13名に絞り込めた。それが本気のアタックだ、はい、そんな本当に実力ある選手、うん、ベルタでも参加しておりますけど、ね、まあ、なんとかね、はい、彼に勝たせたいというような一心でゲスケに勝ってます。さあ、その前のニーソン・パレスが間もなくこちらメインエリア入ってきます。さあ、今日は短パンじゃない、続いて長ズボン、続いても通過。その後ろ、入ってきます。さあ、ラスト見ようか、ライブで見ようか、どちらか迷う、そんな時間なんです。
レスの皆さんもそうですよね。カメラを向けながら、そして、ね、直力で手を挙げて何か鳴らしてください。気持ちを伝えましょう。入っています。3年ぶりに開催のこの福島レドープレス2022ラバーカップ最近のロードです。素晴らしいそのレースを見せます。そしてこのメイン会場に戻っていきます。見えていきました。皆さん大きな拍手を。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
そこのヘルプとかやってくれるんです。そうそう、早く。車いるんで。はい。よし。